モーターも戸田は久々2012年以来です。前半3着5番の柴田が5コース、6コース6番の大平も前回のユースモーター、進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースから4コースまで好スタートを切りました。中でも3、4コースが目立っていますが、1、2コース伸び返す。インから先は1番の久富の逃げ、ちょっと流れ気味、内から2番の花月、差しが届いた。その後ろ真ん中バッター6番の大平も続きます。スタートは前提正常でした。ここで2番の浜崎が先頭、リードは一定心。2番手大野は6番の大平に、内から3番の高橋、外は1番の久富。2枠の旋回、2番手6番の大平、内小回りから3番の高橋、さあ先頭ちょっと2マーク出口バタついてしまった。2番の浜月一気に内からかわして6番の大平、ここで先頭逆転です。そして2番手2番の浜月の内には3番高橋が並びかけます。2周1マークの旋回、先頭で6番の大平、2番手3番の高橋と内をついて、ここは差しが届いた。2番の浜月が2番手差し切りましたが、先頭とは3点身と差がついています。6番の大平先頭、2番手2番の浜崎、3手身と差がつきました。3番高橋は3番手、その後ろは内をついて1番の久富に差を詰めにかかります。2周2枠の旋回、外を回って3番の高橋、ここでは振り切って3番手は守ります。これから最終周回です。先頭6番の大平、リードは3点新着、2番手水槽に2番の浜崎、そして3番手3番高橋、リードは4点新ほどに広がりました。1番の久富4番手、差が詰まりません。後ろは5番の柴田5番手、最後方に4番岩永水槽です。先頭が6番の大平、1周2マークの逆転劇、一方1周2マーク痛恨の旋回でした。2番の浜崎は2番手、最終ターン枠の旋回、6番の大平が先頭、最後差を詰めてきた2番の浜崎ですが、最後追い詰めろ、逆転まではなりません。まもなくゴール、6番2番の順で合輪、3番高橋合輪、1番5番接戦で合輪、4番岩永合輪。